はい、ちょっと今緊急で動画撮ってるわけじゃないんですけれども、怖いことが起こりました。それも練習中にですよ。練習中に怖いことが起こりました。何かって言ったらね、私8月7日にコンサートがあって、でスクリアビンのソナタの5番が自分のソロの中では一番大きな曲で、まあ、初めて人前に出す曲なので練習も重点的に置いてやってるんですけれども、この曲だいたい10分とか11分とかそのぐらいのね長さの曲なんだけど、ちょっとね普通に通してたのよ。通してたらなかなか終わらないなと思って、私本日珍しく昼前にちょっと外出して、カンカン照りの気温は30度超えの中で片道15分往復で30分歩いたんですけれども、疲れてたっていうのがあるのかな、それでちょっとね長く感じるのかなと思ったけど、なんかそれでもおかしい。で私ピアノの上にね時計置いてんですけど、それふと見たら弾き始めてからもう15分以上経ってんのよ。わけわかんないですよ。私もわけわかんなかった。まあ何が起こったか皆様もうお分かりですよね。無限リピートしてたんですよ、一部分を。あーびっくりした本当に。でソナタ形式って、例えばモーツァルトのねだと、で低字部だと、で波長長の曲が低字部の第二主題だと五度弦に行くんですよ。まあで再現部の場合はって感じで、八丁町から、まあ八丁町のままね行くんですよね、低字部と同じやつで。そんな感じで、まあソナタ形式って学生の頃とか19でソナタ形式の曲で、あ再現部からまた低字部戻って無限リピートしたらどうしようみたいなことでさ言ってたけど、まあそれを今回やったんだよ、スクリアビンで。でスクリアビンの場合は再現部は最初からね5度下から始まるんだけど、低字部がなんだけど、まあでって5度下から始まってる、まあ、調整感がね分かりにくい曲だけど、まあそうやって5度下から始まってるみたいな感じなんだけど、でもこれ別に間違いようがないんだよね。別に再現部のところでってのを弾き始めようとしないから、どっかで間違えたんだよって思ってちょっとね考えたら、多分ここだと思う。ちょっと今から2つ弾きます。展開部の最後ですね。ってなんだけど、再現部の最後はって感じで、まあ同じような音型だけどちょっと違うんだね。で多分そこで再現部から展開部に最後の方に戻ったのかなって思いましたね。再現部の最後から展開部にこの最後に自然につなげることはできるんですよ。まあなぜならですね、展開部の最後のこの次ここですね、ここが展開部のところの同じなんですよ。起譜法はちょっと違うんですけれども、調合とかねちょっとね違うんだけど、音というか押す鍵盤は同じなんですよ。それもあって多分間違えたのかなって感じですね。まあだから再現部の最後から弾くとって無限に繰り返してたのかな。でもおかしいよね。でさ、展開部のこれの後に盛り上がるところ何回も弾いてるはずなんだよ。でもかすかにしか覚えてない。今思えばちょっと何回か弾いた気がするとは思ったんだけど、でも弾いてる時もずっと頭がぼーっとしてて何にも考えてなかったから、いやーだから怖い、うん恐ろしい。まあだからね、何が言いたいかって言ったら、この夏これからの季節コンクールがあったりとか、
コンサートとかのイベントがあったり、発表会があったり、そうじゃなくてもレッスンにね通ったり、とりあえず暑い時期にどっかに向かってピアノ弾くとか楽器弾くみたいなことがあると思うんですけれども、皆様ぜひ水分補給はしっかりして、もちろん熱中症にも日射病にも気をつけて、まあ暑さ対策もして、できればコンクールとか発表会とかそういうものすごく大切な時は歩いて行ける距離でもバスを使うとか、駅からコンクール会場まで歩いて20分とかいう時も思い切って行きだけでもタクシーを使うとか、ちょっとお高くつくかもしれないけど、いい演奏をするために自分の頭も自分の体も守って過ごしていかれるといいかなと思います。はい、ということで、恐ろしいことになったっていうね、ピアノ弾きの怖いお話でした。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。